劇場があったイエス・ナンバ・ビルをアップ吉本は大阪府大阪市中央区ナンバ1000日前にあったお笑い専門の劇場。2011年1月1日に開館、2014年11月24日に閉館された。ナンバグランド花月の向かいイエス・ナンバ・ビルの5階にあった。2010年12月3日に閉館したベース吉本を引き継ぐ若手お笑い芸人の拠点として、 2011年1月1日に大阪府から吉本工業に返還された大阪府立情報園芸資料館内のワッハホールを改装し開業。雑席数は最大313。劇場名のゴーアップとは旧ベース吉本のあった地下界から現在の5階に上がったこと若手芸人の飛躍の場となる期待を込めて命名された。過去には 銀シャリのゴアップベーベー、バッショイ。ゴアップ、ソガノプワジ、熱血。人情派コメディシャカリ期中在産の収録が行われていた。また、当劇場を本拠とする若手芸人がパーソナリティを務めるラジオ番組、ゴアップ吉本ガチモリがラジオを大阪で放送されていた。劇場所属ではない芸人のイベントも行っており、また東京所属芸人の全国ツアーの 大阪会場として使用されることも多かった。2014年11月24日に行われたイベントを最後に閉館し、12月1日より情報漫才協会発足に伴い、吉本漫才劇場と改名してリニューアルをオープンした。公演プログラムは若手中心である点に変わりはないが漫才を中心に据えたプログラムとなり、吉本漫才ライブ、曲ライブは若手以外に、 ベテラン、中堅の漫才コンビも2から3組程度出演する、点が5アップ時代と異なる。全身のベース吉本と同様なピラミッド型のシステムをとっていた。2012年12月31日に大阪市中央体育館で開催された、ザ・ファイナルカウントダウンライブバイ5アップ吉本前代未聞1万人への手渡しチケットライブをもって、芸歴10年以上のメンバーが卒業した。 新システムへのリニューアルに向けて、2013年1月1日から2月28日までを移行期間とし、卒業組によるソロイベントなどを開催した。2013年1月7日からの5アップチャンピオンシップで、高きらめきトップ3組、高きらめきメンバー15組、高きらめきジュニア30組を決定し、2013年3月1日からは、 高をきらめきウエストとして新たなピラミッド型のシステムをとっている。観客と審査員による投票の累計ポイントのランキングによってメンバーとジュニアは3ヶ月に1回、ジュニアとオーディションは1ヶ月ごとに入れ替え戦が実施されていた。このシステムは吉本ホール出演芸人によるあや彩りイーストと共通で定期的に東西交流戦などが行われていた。また、 高きらめきトップ3組2組と高きらめきメンバー上位4組5組によるキラメン7がメディア出演やイベントを通して劇場を PR して盛り立てていた。2014年2月28日をもって大阪 NSC26 期27期28期の59組が卒業した。このうち46組が同年2月に卒業公演を行った。同年3月からは 吉田たちとプリマ旦那を新たな、こうきらめきトップに据えた、新体制となる。さらに、平成26年度、NHK 新人をお笑い大賞を受賞した、アイロンヘッドが11月公演より、こうきらめきトップに昇格した。太字は、東京進出た多数。ありがとうございます。